日本と中国の平和友好条約発効から今日で45年を迎え、首脳同士がメッセージを交換しました。岸田総理大臣は建設的かつ安定的な日中関係の構築に向けて協力を呼びかけました。都内のホテルで経団連や日中友好団体が平和友好条約の締結45周年を記念するレセプションを開催しました。この中で岸田総理と李強首相の双方から寄せられたメッセージが会場で代読されました。岸田総理は日中両国は地域と国際社会の平和と繁栄に貢献する大きな責任を有していると指摘した上で、大局的観点から建設的かつ安定的な日中関係の構築に向けて協力を呼びかけました。李首相は平和友好条約の精神に立ち返り、関係発展の正確な方向をしっかりと把握すると強調しました。日中関係をめぐっては福島第一原発の処理水をめぐって双方の溝が深まっていて、今後日中首脳会談が実現するかどうかが焦点となっています。